乳白色のかけらピンク。ピンクだね。お、雨降った。お、いるじゃん。でもなんか格好でかくね。いや、血がついてんぞ。そういうこと。あ、お姉さん。うん、よかったよかった。どうしたの。あーあー、そういうことか。うん、そうか、そういうこと。気づいたらこの奥に。え、今見た。え、この森で佐久間一回狩猟館にいたよねって。え、だから乗っ取られてたじゃん一回。なんかはいはいはい、あの時のこと。うん、でも覚えてないって。え、またなんか来るよ。え、ちょっと待って、やべやべやべ。この BGM トラウマなんだけど。本当に怖い。ホトリバケに会っちゃった。ホトリバケに意識を取られて。ホトリバケ多分お姉さんを探す。俺わーっちょっと待って、本当に終わったじゃん。あ、上になんかいる。つくよ。あの子の代わりにしおりの命をちょうだいな。待って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 、逃げよう早く。どういうこと。逃げていいの、これ。逃げていいの。逃げていいはず。逃がさないよ。うわ、やべやべやべ。うわ、早っ早っ早っ。一人くそい。ボルトみたいな。ボルト一人。やべ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 。もののけ姫に出てきそうなの。一人やべえね。一人やべえ。こだまだね、確かに。こだまみたいなやつ。ああ、一人人型ネイバーいたな。すげえ速いやついた。だいぶ走ったよマジで。これ捕まってもなんかルート変わるとかない、うん、ないか。コトリバケ狙われてる。なんで。そう、なんで。約束をし た, 束した命をあげるって。え、そういうことか。小さい時に。うん、それが約束。分けた代償。え、え、でもね、なんかいろいろと忘れてるとこが、うん、埋まってきてんだよな。そう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 。もうとりあえず無事だ。もうなんかまだ中盤って気がするぞ。とりあえず 2,3 時間で終わるっちゃ終わるんだろうな。うん、お、来た、ネックレス。あ、よかった。いいね、命の石だね。もうそうだね、これマジ必要だからね。ネックレス大事だわ。本当にね、心臓に悪いこのゲーム。ー、多分ね、俺がね一番ね逃げてる側だから、操作してる、ね、操作してる側はやべえよね。うん、分かれ道、分かれ道やべえな。下行け、下来んなよ、なんも来んなよ。あ、あ、あ、上だったね今、なんか上だった、上にいた幼いしおりちゃん。おー、本当だ、上って。昔ここ通った。へぇー。下行ったのどうなのね。ちょっと気になるな。気になるけど、ちょっとセーブしとく。ああ、え、どっち行く。あ、でも佐久間ちゃんが増えてるエフェクト。あ、嘘、ほら、あ、ほんとだ。へぇー、こうなるんだ。へぇー。え、どっち行く。一回下行ってみる。興味本位で上なんでしょ。冷た。なんや、いけねえんだよ。上なんでしょって。あの岩、あ、あったね。うん、結界みたいな役割だって。へぇ、もう朽ち果てたから効力がないって。あ、やべ、ほんと、あれ、あ、これは帰ってきた、調べられない。帰ってきたっぽい。あ、そういうことか。違うルートからだけどね。あー、え、あ、え、ほら、橋がないよ。なんで橋が落ちてる。あー、あ、下行くんだ。なんかジャンプしていけそうな気がするけど。いやいやいや、結構怖くない。怖いかな。うん、だって女の子の脚力だぞ。そうか、うん、あ、びっくりした。いや、なんかあの、このね、今ツイッターが来て。でもいるかもしれない。うん、でもなんか、ツイッターも来たし、なんかこっちもびっくり。ビビビってた。あー、なになになに、もうやめてよ。おーっと、なになになに、え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 、反応見つけられてる。え、ツタが絡んでくる。もう鎌はない。なになになに、どういうこと、どういうこと。たぶん友達を犠牲にするかどうかのあれなんじゃないのこれ。しおりちゃん優しいから逃げないよ。直視プレイじゃねえだろ。直視プレイは巨人くんだ。佐久間ちゃん気絶してる。へぇ、まあ、助けなきゃな。助けねえとダメっぽいぞ。気絶して意識がない。
人で置いていくのが不安だ。え、そうだった。お、あー、え、あ、とりあえず持たしとくんじゃない。そうか。で、レイが取り付くのを抑えるみたいな。で、うちらはおそらくこの間に、そう、さっきの下の方に、うっそー、うそー、うそー、あ、待って、いけない、危ない、危ない、待って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 、ストップストップ、ちょっと待って今なんで飛んできた。お、もうこれ多分会終わったら、あ、よしよし、あ、よかった、逃がせない、もういいじゃん、逃がしてよ。お、お、お、あ、ここより先は光気持ち悪いって、にくいにくいにくい、めっちゃ荒ぶってんじゃん。何落ちたの、あの人。お、そっから入ってこれないって。結界か。結界だな。またなんか洞窟だぜ。うわ、なんだ、マジかよ。でもこれ人が作ったからさ、人工洞窟。そうだね。上になんかある。あ、はしご？持って木製の。いや、持ってったんだよ。ほうほうほう。どっかにつけんのか。これ洞窟か。なんかまた、あれ？なんだあれは。光が漏れて。上からはしごを立てて。はいはいはい。運が良ければ人が。あれ、これってさ、もしかしてあれなんじゃない？誰かいませんか。何これ。なんか出てきたけど、ちょっと待って。ピコン。誰かいませんか。ほら、あの、館のさ、裏。はい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 。の感じあることね。井戸。うん。佐久間さんがうろちょろしてた。そうそうそう、佐久間さんじゃねえよ。望月巡査が。そう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 。それはあるかもしれん。ほら、来た。メス意味だった、今のは。ねえ。しかし、声が、あの人ずっとここにいた。お前、ずぶ濡れじゃねえか。おー、聞こえてる。すごいな、こんなとこに繋がったんだ。そうか、これでやっとこう来れるんだ。しかもおあつらい向きにロープを置いてあるでしょ。ね、ほんとに早く、うん、俺だよ。そこにいるのは俺だよ。その声、神崎ですよ。森かこう通じて、あ、でもまだ地下にいるの。あ、そうか、降りたからか、洞窟に。しかし問題はこいつが頼りになるかどうかだ。確かにひょろいからな。あ、少し待っとけ。え、大丈夫か。お前まだ落ちんなよ。これ、これ3人、こいつも落ちたら3人とも下に行く。こいつはやらかしそうだな。よし、今行くぞ。え、え、ちょっと待って、お前来んじゃねえだろうな。バカやらかすなよ。嫌な予感しかしねえ。のぼのぼほ、どう、どうなってんのこれ。すげえな、なんか何来てんだよ、ツッコミどころが満載すぎて。いいのかな、じゃあ。あ、でも男の力でツタを破るってこと。引きちぎるってことね。そっか、別に脱出するのが目的じゃないもんな。うんうんうん。まあ、佐久間ちゃんの救出だからな。確かにツッコミどころは。井戸が、井戸じゃねえとこから降ってきたから、ね、おー、なんだあれ、ニョキッと。ニョキッ、とりあえず行こうか。お、なんだ、でもなんかいろいろあるよね。うん、なんで井戸の中にこんな場所があるの。そう、聞きたいんだよ、こっちは。牢獄か。ああ、あったね、確かに。小鳥分けって名前 の、うん、佐久間いるか。佐久間はいけるかな。あ、さっき取ったはしごで、はいはいはい、あの橋を修復できるんだ。ああ、そういうこと、繋げるのことか。そう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 。冴えてきたね。来たるよ。ああ、菅くん、え、おい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 、みんなじゃん。ちょっと待って、結局今さ3人なんでしょ、要するに。お、望月になったこと。いらねえけど。おっと、嘘でしょ。ネックレス、あ、やばいやばいやばい。早く早く早く、まず、うわ、なんか無残なことになってそう。これはやべえ。外れない。どうして。これ正直、あの PS4 とかだったらガチで黒いぞ。本当に。そうでしょうね。うん、そうでしょうね。見れねえぐらいだ、これ。生きてる。でも生きてる生きてる。本当だ、意識ある。
ああなんで今お前言っちゃったいやああ佐久間ちゃんがかわいそうすぎて。いやいやいや、とりあえず救出はできてる。なんだろうね、なんかでもダメそうだね。ダメだ、外せないよ。置いてく置いて君は下がってたって。おい、どうしたんだ、気合い入れてどうした。まさか撃つのお、本当に撃った。傷つかねえ。この足音はまさか、え、怖いんだけど。すごく妄想妄想でまさかの嘘でしょ。ピストルでも傷つかないのに。うん、君が怒ってるのはわかるが、うん、森に入ったことを怒ってんだよな、うん、多分。あ、そうだね。え、何者だこいつなぜ模造刀で切れるんだ、石みたいなツタが一瞬の出来事であった、ね、サピンってもう一度見てみましょうっていうの欲しいよね、なんかサピン嘘でしょ。それでツタを切った、うん、模造刀だと聞いたが、あ、やっぱ嘘なんじゃない。あ、そういうことか、うん、真剣か。そう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 、妖刀だよ、妖刀。妖刀だな。あ、とりあえず生きてんだよ。村正だ、村正、村正。よかった、生きてた。え？バグった？嘘でしょ？違う、違う、違う、違う。記憶だ。まだ果たしてない。来るぞ。ちゃんと渡せていってる。これよく見ると顔になってる、ここ。あ、嘘つけ。ほんと、目、鼻、口。はぁ、どこ。怖い、お前嘘つくなよ。ほんとに、なに、また来る。なんかちょっとほんとに顔に見えてきたぞ。でしょ、うん。え、やべやべやべ、捕まった。おいやっぱり、ちょっと何起きてる。しおりが飛ばされた部屋には4つの結晶、そして幼き日々の記憶を取り戻していくしおり。そこで現れた少年〇〇くん、徐々に明らかになっていく少年との関係とは。次回、救世主菅、次もサービス、サービス。尺余